キノコ島、タケノコ島で。あんまキノコの山さ、愛情あったとしても、ジェクの味と違う。何の場合だべ、ジェクの味して。いっせーのーね。キノコがないと、生きれない。どうも、ツッコケキノコバカトリオの、よしございます。今日の企画はなんじゃろなということで、キノコバカトリオがキノコ農家やっておるんですわ。そこでやっぱり代表的なキノコといえば、キノコの山、キノコの山じゃないかなと思って、そこで考えたら、そのライバル、タケノコの里あるじゃないですか。どっちがうまいのか、またはどっちがすごいのか、そこをですね、今日はたくさんゲストをお呼びして、キノコの山派とタケノコの里派、まあキノコ島、タケノコ島で朝まで語り合っていこうじゃないかと。そしてなおかつ明日だけね、この気持ちをまっすぐに出してね、討論していただきたいと思いますわ。ということで登場していただきましょう。それではキノコ島の2人から登場していただきます。キノコ島の2人、出てこいや。お、早速、持ってきてますね。ありがとうございます。お、俺らも、キノコオンリー、いや、オンリーだね。これが一番うまいかな。やっぱりね、キノコの山よ、元祖だから。元祖なんですよ、ね、俺らキノコ農家ではあるけど、もうそれをもう考慮しなくても、ちょっとこの辺にしてもらっていいですか。あ、そうです。相方もちょっと、相手もちょっと呼ばないで。あ、そうか、ちょっと溢れ出ちゃった、ごめんね。あ、まあ、まあ、その辺はちょっと勝手にしておきますね。まあ、それでは対しまして、タケノコ島のお二方にも登場していきましょう。タケノコ島、出てこいや。いや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 、タケノコを愛し、タケノコに愛された男。やられたな。またやられた、それ。負けてられないよ。皆さん、あの高台は前回に引き続き、そしてまたお寿司もね、この前に出てもらって、今回3回目の登場になります。イエイ。そしてこちらですね。はい。僕の相方、タケちゃんにもまた、はい、いただきました。はい。じゃあ、それではね、これから、皆さんの熱い愛を、はい、ぜひ、バリバリの秋田弁で。おー、おー、はい。OK、OK。得意でしょ？得意で？やった。いえ。やった。で、あの、やっぱり、あ、ちょっと黙ってもらっていいですか。始まったか？なんか、なんか、まだ始まった。頭が止まらないんだよ。ちょっと待ってください。ちょっと、やっぱりあの、ターン必要だと思うんで。ああ、そこは僕、押させてもらいます。焼き切れしだから。今日このね、討論、勝った通りは、はい、こちら、タケノコの里、キノコの山、全部で、おぉ、買ったね。これを全てね、タケノコ島の方でもキノコの山を差し上げますし、おい、キノコの山の方でもタケノコの里を与えますね。タケノコの里だば、俺笑ってたけどや。俺はバスームけんや。俺はキノコの山は犬さんかいな。犬さんね、こいも誰ジャッジさん。あの、まあ勝敗ね、この試合の途中で人数が入れ替わる可能性もあります。そこはまあこれから話をしてみないとどうなるかわからないので、まあ、お酒も飲みながら楽しく、朝まで食べ、はい、おい、やっべ、朝まで、朝まで行きますので、朝までの朝まで、朝まで、朝まで、だからね、ちょっとあの静かにしてもらっていい。ここ僕の、ここ僕のターンなんで、ね、早速、真剣な討論に、はい、かかりたいと思います。わかりました、はい、それでは、行きましょう。やってるぞ。お、やっべ、あ、はい、準備は整いましたね。まずはじゃあ、成功高校じゃんけんをやっていきましょう。ズッコケじゃんけんで、はい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 、ズッコケじゃんけん、じゃんけん、ポン、キノコ島先行で、はい、はい、喋ってみる、討論開始したいと思います。はい、はい、はい、よーい、スタート。はい、やって、まずな、このキノコの山だ、こけまず一つ食ってから、はい、あ、なんだよ、すぎだもの。食ったこと洗ったか？食ったこと洗ったみんな。洗ったかって、まんず、まんず。
なんでそっからだ。だけど金持つとこあるって。持つとこあるの。あ、持ちに行くな。いや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 。何者継ぐな。これな。これ最高でしょ。あいや。まずくっつけて。な。あーめ。うん。なんかやっぱり気のことなんだよ。まずでも俺こっち食ったこと記憶ねえんだよ俺。もう結構一回食ったことない。でもね。本当だば。本当にうまい。んだ。仕事もめど。本当のうめ。はいはい。問題。いいですか。やっていいですか。な俺にだったばな牛さんについて仕事もめも変わったまずはあがたでば。まずはあがたでさ。こっちの話聞きます。なんだ。まず。お。お。これはなんだよ。あの言葉しか考えて。お。だ。何も作った人ほど考えてた。喋ってる。まずこの箱か。お。こういうところ作った明治さんと感謝する。お。そのメモのマーク。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。裏さんもちゃんと金型で。続いて初めていただきますでな。なるほどな。感謝。何事も感謝。なるほどな。おお、うまそう。なるほど。この匂いがファーッとしてくる。こんな。これだけだとか山の風景。先ほど。おぉ、やったか。この形で変えねえだよ。おぉ、もう一回言わせして変えられないな。でも、さっとこ文字面そうだな。だーん、文字面そうだ。おい、もう髪の毛風邪取れるでしょ。でも、おげるだ。毎朝おがまたいことだ。あー、だった。当たり前だ。なんだよ、保育的にさっと横があった時や。おぉ。立つの？おげる。おで、立たねべ。こそ、おげるもんだ。それも考えたら、明治さんって。すんげえの。もう一日ありがとうございます。神棚さんなこうやってな、よかった。いただきます。いただきます。いつもの味。いつもの味。ああ、どう。言葉はいらない。鳥だけだとかもう運転の差だ。運転。そっちどうだば。なんだ。これ先を食ってみて。ほらな。きたきたきた。まずお互いの。まあ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 。ああ、なるほど。まあお互いの良さを知って。うん。自分たちのバックみたいなね。ああ、いいよいいよ。いいよ。チェンジ。シブナ。おお、ちょっとな。おお、こっちは来てしまうよ。やばい。今いいかね、いいかね。トリコになるよ、トリコ。メンジさん、ありがとうございます。ありがとう。偉い。なあ、答え。シブナ、まず、こっちの。な、お客さん来た時な、ここさ、こうやって。いやいや、いやいや、マッキーじゃねえぞ、それ。今のペナルティーよ。ペナルティーと、あの、かっこったらペナルティーだから。ああ、なんか、めべ。うん、めでも。めべ、なるほど。あ、ぽすな。ああ、詐欺のまねだめ、横では。あぽし。あぽす。あぽすでば。ああ、あぽすでば。バランスがいや、やっぱり、腹筋のや。うん。ちょっと、大きいんだよ。なあ、うん、あぽすぐなるもん。あぽすな。でもや、なかなかいいね。安全こだわり、目で。うん。めだばんだ。ねども、やっぱりバランスでいったら、ちの。角はな、いや、二段子一緒だぜ。だども、角の山の方が、チョコレート、入り口使ってる。ほらほらほら分かんねえかってべ分かんねえかってべ何があるかって。はい、決めて。ターン、ターン交代です。ちじらげれば。なんてな。まず食ってみか。キノコほら。しょうがね。一つつけて。まずしょうがね、食ってみか。もうびっくりすねよ。おお、もじりくだ。もじりくぼだ。このサイズだと、きっと最低ね。これでも端がいるわ。まず、おかえりもだ。あれのことこで、引き立ててるお菓子作ってくれてありがとうございます。いただきますね。おお、うん、これはこいでまだサクサク。タケノコの前に食ってればめっていただける。メモのの後に食ってからな。そういった点は。はいだ。譲らねえってば。譲らねえ。まあ実際ね、これも分からんか。キノコの方がタケノコよりもチョコレートよげだってのは分かるのよ。おお、見てろじゃ。見てろよ。見てろ。そんなにチョコレート食いてばチョコ消えて。おお。なして。なんなんなんだ。タケノコの里食い手があってば、バガディニーがチョコレートも食い手。バガディ、バガディ、バガディニーが。ツイプラ、ツイプラ。おな、ビス
ですけど、バランスやな、この両方からその間のが竹の子の里なわけよ。一番やんべえだもん。だってチョコレート避けた方言ったらチョコを蹴ってなんだ。キノコの山のチョコとイノドコのバランスが最強なの。ドラゴンサンダネバ、ドラゴンサンダネバ、喋んなネバ、何も喋んな。まだチンしてないから、ね、俺はチンしてない。海や、海ちょっとそっか、何言ちょっと竹の子好き、ちょっとやっぱこっちのサクサク感の、そこなのよ。まで、まで、オッケーオッケー、どうぞ。ありがとう、ありがとう。喋ってみれ。あのや、おめえさちさ、チョコレート買いが行って喋ってべ。うが、うん、おめえ明治さんの気持ち分かってねえの。おめえすいたば、明治さんはや、なし恋どこか買いが出したと思う。これこいけ、あのアップロあるべ、アップロ。うん、あいさ、スナックつけてがったって、ね、アポロードを回転して、うん、こういうのを作ったずや、うん、アポロードが進化させてがったずや。なるほどな、かなりリスクって作ったったれ、ね、これ熱弁発出してきたの、リスクが。あいや、アポロにこれを刺したの、リスケットを投げてして、ね、あー、なるほど、合わせたらどんな目かなって小平だったの。人間見てないけど、人間何にも分からない。もう見たかよ。でもやっぱりや、キノコの山だばや、やっぱりこのパッケージいいもの、やっぱりそのパッケージ、こっち合言葉はほっと一息だ、うん、な、やっぱりや、この農村をこう歩いてな、あ、そんな一個がだんだん一個のことが、で、キノコ見つけでほっと一息ついてから、で、居酒屋行ってキノコな、食わずが一番見えず、あ、物語があるってことね。だん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 、なるほどね、うんうんうん、いや、合言葉あるものな、キノコの山さはな、何でもや、キノコの山、キノコの山、キノコの山だかな、始まるのキノコから、わがのこの里だ、間違うな、あんだ。おお、ゲームにさんさん謝れよ、お前わがのこの里だ、里だねば、何が見てらったんだ、なんなんだ、おさくぞ問題まず分かった、その昨日の話、うん、その箱の話柄、うん、と人気柄、うん、分かった、うん、分かったべ、うん、これそれについてママンで食べ返していく、おいどママンで、うん、ママンでご飯、ママンで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 ママンこのキノコの山、アポロっていうチョコレートがあって、うん、そういったそのスナック、ビスケットも一緒に買えてと、うん、それで一生懸命考えた明治さんは本当にあらならね、ほら、うん、だって、だってそういったパンダだね、そういったパンダただ、考えてくれや、それで満足してれば、あ、いや、キノコの里って出てこねたもん。あキノコの山小平だとも、バサッと大差でもこう愛されるの、もっとみんなで喜んでもらえるもの何がって言って、できたのも、さっきと喋ったのも、ほっと一息、ほっと一息も大事だと思う。こっちは竹のこの里、ここらで一息、あれ今この時間差を追われる現代人、休みもね、うん、次継ぐ暇もね、うん、かむしゃらに頑張ってる自分、うん、よし、よし行くぞね、あや、うん、ラジオもね、ラジオもね、ラジオもラジオでもあったそったけなんだそれで、我を忘れてがむしゃらに頑張った時、ここらで一息つけようとそう今の現代にまたこうやってなるほどだってこれだけ、あの顔にかぶってるはずそうなんだこれが、今の日本人さ、抜けてこれがなんだなんだおー、いいね一度ね、ここで、はい、突入ですが、はい、皆さんの心の中を聞きたいと思うんですけど、あ、俺らの、はい、それこそ始まる前、もしかしたらね、あ、ご飯から竹の子になるかもしれない。今の現段階の皆さんの心の内を聞いていただこうかな。まずじゃあキノコ派からいきますか。まだ全然キノコだな。だって口に入れるものはキノコの方な。まず味なの。味っぽい。味っぽいもの。バランス。ただいや。おげるではいいなと思った。おげらんだな。大学生だな。おげるのはいいなと思った。あ、こっち。うん。頭もな、意外にものな。どうさでもおげる。そういったのがいいなと思うんだな。あ、なるほど。これ、キノコの方見ども、話せばそっちの方
ちょんつなめんな。素晴らしいよな。そうなんだ。やっぱり新しいために話すな。話し子な、話し子。新しいのも、食いにも食いにって。なんだ、食いにも食いにって。ほんと構えれって思う。おいぶやな。おいだまかっちゃいくってことは年利が2秒俺は思う、ね、2秒、うんうん、じゃあいいですね、うん、じゃあタケルコ島のお二方は、はい、もうそっとキノコさん来るの逃されなければと思って小さき来たと思う。ああなるほど。改めてタケノコってなしてくれていいもんだべかって思うばっかりだ。あーなるほど、ね、逆にタケノコもっと好きになったと、もっと好きになってしまう。今日も浅間も昼間も食ったけど、ボギも食ったけども、ほんとだな、ほんとだな、あれでまずね、浅間の前に雲あげげちゃう、また竹の子の魚で多分お湯かけてる、溶かして溶かして、溶かして、さっと溶けあんでもやったの。そうですよ皆さん、絶対そうです。よし、じゃあこっから譲らない、後半戦ね、はい、後半戦いきますよ、うん、もっと、もっと前半よりも強烈なバトルを繰り広げてもらって、はい、頼みますよ、はい、お互い引っ張り込むような、大丈夫、余裕トークを余裕お願いしますね。じゃあ後半戦は、竹のことからいきたいと思います、はい、はい、それでは用意スタート。はいはいはい、そうだね、あきらちゃんまだね、充電してないからね。ない。キノコもうめえな。来た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 。わかるわかるわかる。わかるよ。キノコの山食ったけどうめえな。うめえ。ちょっと今揺らいでる。うめえ。もう一回みんなの話を聞きたいなと思って。あ、じゃあ。オッケーオッケー。じゃあいいですか。いいですか。あ、どうぞ。あんじゃ、キノコの山とタケノコの里、俺ちょっと知らない人。おー、あ、やっぱり明治さんのな、歴史っていうかな、はい、ちょっと調べてきたったと思う。ぶっちゃけな、キノコの山とタケノコの里ってタケノコの里の方に植えてるんだよ。おー、植えた番だね。うん、どうしたんだよ。全部の評価、全部えな、なんでだ、なは、マジでタケノコ持ってってらず、うん、どうしてチップってるもん、俺チップってあきらめしてたな。アキラさんが来たらたれダブやイダバネグなんだよ。そうなの。イダドモシェタケノコの差だな。逆に言うめんだしゃべってるともツノコの山にば前に勝ったぜや。だためにタケノコの差どのほすぎだってしゃべってる人いでもこいだばやっぱりツノコの山さ感謝してほしいなって。一つしゃべっても昔な昭和何年だかな、50年ぐらいだかや、あ、いや50年だよ、50年に作られだったと思う。その時って洋風なパッケージ流行ってたぜ。開発さ5年をかけて、この5年、5年ってすごいね。和風のパッケージ開発したわけだったのに、昨日の山さ感謝して、こっちが元祖だっていうことは見てみてでこすなーと思って、まあお願いもあと伝えていうことはもうすべてだ。キノコの山ってこれあるってわけでね、だどっちもメモの、こっち親見たことだめにな、こっち親だべ、だこっち親、こっち、うん、わすや、わすや、わすや、やばいや、こっち変わればや、わーもう、こっちも嬉しいわね。なんだなんだ、せりやったや、答えまずその気持ちは分かった。あ、はい、ただおめがたし喋ってるはずってや、なんぼあげもんかばってもこっち行ったじいさんがんだがおらがんだやったったおらがんだ頑張ってきたったって、あなんておらがんださ感謝せって喋ってるのと一緒だれ、そうはなりたくない。下のものなんぼ頑張ってもおらがんだ詐欺団っておらんだけ課題にって一生懸命頑張って、ね、もっといいものもっといいもの、なんぼでおりじゃ感じがしたなんぼおらがんだおやさん感謝しって喋ってらっしゃる。それでな、うん、明治さんので会社なわけだ、うん、なんぼキノコの山さ愛情あったとしてもジェフならそっちやん。おぉ山だ山って話す、なんぼ明治さん山って話す、山って話す、話しばししてな、キノコの作動でジェフ稼いでるって、うん、キノコの山さも力いる、なんだこれでべジェフの味すってあいみだこいつね、ジェンコの味さったりは全然しか見えないだろ。せっかく売ればって、うんうん、なんてやっぱり頑張った結果、うん、もっと売れるものができたと、うんうんうん、それを素直に売れてる方ということで、実際美味しいと思ってる人が余計なわけだ、うんうん、それさ感謝してだいなった方がいいなと、
ないな。な。もうやめなのよ。癖になる美味しさ。うん、ラストターン。うん。あんず。だいたい分かった。こっちみんさキノコの山だぜ俺な。うん、やっぱりや。端っこでもこっち行って。おいだばや。おいめっちゃが一つ行って。あ。おいどこ。うん。だね、うん、もう少し多いや、足りないでもやなんか垂れてるぞ、それ素直で、あのや、これどこ、これズグどこ、うん、このクソの上の濃さつければいいかセリアカズタム、これは何の山なのさっと頭飛ばせんかいな頭飛ばしてかナビコさ、ナビコさつけて、頭飛ばせんかいなあ、足をこうやって浮いてるんですかでも、この長さ、一つあったら、なんかラッキーみたいなあれば、いいかもしれないおけんきのこだだな、おけんきのこだこれ、メイジさんメイジさんこいじゃないレアヘバー、これ、ラーマーレアキノコ逆さまなってるやつゲットだのな、YouTube 見てって一時開発してるまあ、いいよ、おいんだ、こんな感じだいいうん、いいうんえ、なんかまだありますで、最後にいいかなはいうんまあ、最後本当にあの、個人の杉好きだなまずなまずな喋ってて杉でも杉だしでも、なしてこれ、コンテンツ杉だかってば昨日この山田、竹の子の里はチョコレートは一緒ですはい、はい、あの原料も、うん、あのチョコレートの層も一緒です、はい、何違ってもジグっぽ違うんあーだなこのキノコの山は、うん、クラッカーなの、うん、あーはいはいはいこのジグがあーはいはいでタケノコの里ってこの下がクッキーなの、うん、あーはい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 これは本当に世の中で一番杉玉がクッキーなのだからあーやばらこういうもんだクッキーモンスターあーなんだのラインの数のクッキーモンスターそうだねだなそうだねそれぐらいクッキーすぎてやっぱりタケノコの里こうチョコレート溶かしてあ舐めてからが舐めて、はいはい、このクッキーふやかしてくのも杉なわけなぁなるほどなこんな楽しみ方をできるっていうことでタケノコの里は本当に杉なの愛があるね愛がある相当愛あるなえ、杉なおいだばやおけるのいけてやっぱりおずらそうだな一応言ったんだよこれ な一応言ったんだやっぱり味っこあれだけどやっぱりおらほら見れおらだばほらそんなブルードが死んでばって一応二杯終了ですおおもう少し明るくなってくるんじゃないかなおおなぁ全部完璧なんだそれでは、はい、このね結果やっぱり皆さんこの両チームともお互いの強いものを聞いて、うん、やっぱ引かれた部分もそうじゃないこっちの方がいいっていう部分もあると思うんで、うん、まずはここで皆さんで、ね、もう一斉の出てやってみましょうはい、うんうん、もういいねじゃあ、はい、運命の瞬間ちゃんと分かりやすくさせてはいこれ買った分もらえるってことなあーそうなんだなんだ忘れた忘れた、はいいっせーのーでよしおめでとうございますアキラー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 なんかそうだよね全然熱弁しなかった俺もねおいしいなーアキラー喋れなーと思いながらもう半分以上俺は何喋ってるのみんな分かんない実際には俺、あんま食べた時ないかもしれないそれは食べる大勢でね、口を入れてるんじゃんやそれじゃあね、はいはいまあ、今日のところは、うん、キノコの山の軍配がありましたねダメだ、ダメ取りようですからねだだだで、これはだからやっぱり皆さんも、ね、見てるみんなも賛否両論あると思います、うんまあ、そういったものをね、ぜひコメントで、うん、私は、キノコ派だよ、私はキノコ派だよっていうのをねお願いしますコメントよろしくお願いしますお願いしますそれもありつつ、うん、チャンネル登録と高評価はいこれでいいよろしくお願いしますお願いしますお願いしますそれでは皆さん、またお会いしましょうバイ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 ちなみに、話すのいや、メインメインいや、そこああ、そうだよそれちょっとそれぞれ登場していただきましょうですか登場誰かわかんないって名前取れるって言ってくるんですか